こんにちは、レポーターの桑田彩です。本日はプジョーさんに遊びに来ました。ということで早速、はい、浜口さんに、はい、今日はプジョーの豆知識を3つほどお聞きできればなと思います。はい、はい、何かプジョーの豆知識ありますか？まず、ワイパーなんですけど、はい、ワイパーこの状態だと、プジョー車立てられなくて、うん、普通の車だともうボンネットが当たって、そうなんです、ボンネットに当たってしまって立てられないんですけど、はい、エンジンかけてもらって、はい、でエンジン切ってもらって、はい、すぐワイパーを動かすとこの状態になるので、うん、エンジンをかけて切って、はいはい、ワイパーを動かすとこのワイパーが立った状態になるので、はい、まあ、雪の日も入ったので、はい、うんうん、はい、くっつかない、ゴムがくっつかないようにできますね。はい、できます。なるほど、はい、これがワイパーの立て方です。皆さんちょっと車によってまちまちにはなっちゃうんですけど、はい、運転席、この車であれば運転席側に、タイヤの空気圧だったりが乗ってるシールがございますので、はい、なるほど、ちょっと見に行きましょう。一応、はい、開けていただくと、はい、こちらにタイヤのところにいたんですか。はい、空気圧の、はい、適正値が載ってまして、はい、左と右がありまして、うん、はい、左側が通常の、適正値、はい、で右側はお荷物とかたくさん載せられるとき、ちょっとお車の重量が増えるときなんかはこちらにしてくださいねっていう形に、はい、なってます。わかりやすいです。ありがとうございます。はい、じゃこれが豆知識その2ですね。ですね、はい、最後その3あれば3なんですけど、はい、3は、まあ、ちょっと暑い季節とかになるんですけど、はい、鍵がかかってる時に、はい、乗られる前鍵開けられると思うんですけど、うんうんうん、鍵の開くボタンを長押ししていただくと、はい、窓ガラスを下げることができます。はい、全部開いてる、全部開くので、はい、まあ、夏場暑い時乗っていただく前にもう窓を開けた状態から、うん、乗ることが可能なので、じゃあもしよければ先ほどの鍵、はい、あ、ごめんなさい、窓を開ける機能をお試しいただければと思うので、はい、はい、お預かりします。はい、鍵の、開ける方法ですね、長押しで、はい、ずっと押しててください。わかりました。はい、えい、あ、あいた、話すと止まっちゃう、ね、形になります。なるほど、2位の空き具合にできるということですね。はい、調整もできますので、はい、押して3秒ぐらいで窓が下がり始めて、あとはお好きな高さに調整ができるといった形ですね。これは閉める場合は、まあ、同じように鍵の閉まるボタンを長押ししていただければ、はい、えい、こっちも離さないで上がりきるまで、はい、で閉めることもできますので、閉まりました。めちゃくちゃ便利ですよ、プジョー乗りの皆さん、これぜひやってみてください。はい、これは全車種でできるんですかね。そうですね、まあ、ちょっとできないお車もあったりするんですけど、基本的には全車種で、はい、わかりました。これは快適な夏を過ごせそうです。そうですね、はいはい、豆知識を3つお聞きしてきましたけれども、まだまだたくさんプジョーの豆知識あると思います。魅力もたくさんあると思います。なのこれからもたくさん紹介していきたいと思いますので、見ていただけると嬉しいです。それではありがとうございました。ありがとうございます。